こんにちは、イートマーベジタブルズのあやのです。今日は贅沢にそら豆を使ったそら豆とレモンのパスタを紹介します。まずはじめに鞘からそら豆を取り出します。次にそら豆が柔らかくなるまで蒸していきます。使う水が少なくて済むので私は蒸しましたが、茹でても OK です。蒸し上がったそら豆を取り出し、そら豆の薄皮を剥いていきます。飾り用に3つ4つはきれいに薄皮から外しますが、その他はペーストにするので形が崩れても大丈夫です。そら豆と塩、オリーブオイルを入れます。ここでは豆乳を入れてませんが、レシピに載っている分量の豆乳をこのタイミングでフードプロセッサーに入れて回します。そうするとフードプロセッサーが回りやすくなって滑らかなペーストが出来上がります。パスタが茹で上がる数分前に、温めたフライパンにオリーブオイル、みじん切りにしたニンニクを入れ、オリーブオイルに香りを移していきます。その後に先ほど作ったそら豆のペーストを入れていきます。そら豆のペーストを作る際、フードプロセッサーに豆乳を入れた場合、ここでは豆乳を入れる必要がありません。どちらのタイミングで豆乳を入れても大丈夫です。そら豆のソースの仕上げに黒胡椒を入れていきます。茹で上がったパスタをフライパンに入れ、茹で汁も少し入れます。そしてソースとパスタを和えていきます。フレッシュのハーブ、タイムを入れていきます。フレッシュのハーブが手に入らない場合はドライハーブでも大丈夫です。次に刻んだおかひじきを入れます。おかひじきの食感が楽しめるので、このタイミングでおかひじきを入れていきます。出来上がったパスタをお皿に盛り、最後にレモンの皮を上から散らします。では、
完成したのでいただきます。これきっとショートパスタで作っても美味しいと思うんですよね。夏とかショートパスタでさっぱりと食べるのもいいと思います。うん、美味しいです。そら豆の臭みとかも出てないので、そら豆苦手な方とかもぜひ試してみてください。今日おかひじきを使ったんですけど、豆苗とかほうれん草を使っても美味しいと思うので、ぜひ作ってみてください。ではまた来週。